みんなこんにちは。いつも YouTube を見てくれてる皆さん、こんにちは。 K-E-N-I-O ケミオです。先週1週間はみんな素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。っていうかここすごい声が響くの。意外とオンチかも。まあそんなことはクソほどどうでもよくて、今日はみんな何をやると思いますか。ハズレ。この間ね、 YouTube のコメントでケミオくんはいつも何をやるかと思いますかとか意味わかんない質問するけど、大体サムネとタイトルでわかるんだよって言われたけど、今日は絶対わかんないタイトルにしてやったよ。そこのお前だよ。この間コメントした覚えてるか。オッケー。そんなこんなで今日はケミオがアメリカに引っ越してきてからもう大好きで大好きで大好きでドキがムネムネ止まらない、そんな商品を紹介します。それがこれなの。これも本当はみんなに見せたくない見せたくない、本当は隠したい隠したいけど見せちゃう見せちゃう。それがケミオです。ティーズなの。ティーズチーズだよ。チーズね。このチーズがもう本当に大好きで、毎朝これをケミオは食べてます。すごいステマっぽくなっちゃった。なんかよくあるよね、青汁乾杯みたいなさ CM でさ、僕は毎日これを飲んでます。ケミオはリアルガチンコ毎日ね。フィラデルフィアっていうやつで、日本にも確か売ってた。この間ググったもん。日本にも売ってるから多分みんなももし食べたかったら食べれる。今日はこれを使った、いつもケミオが毎朝食べてるすごくヘルシーで美味しくてカロリーはちょっと高めの食べ物を教えちゃいます。みんなついてきてね。レッツゴー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 。ヒロミ。オッケー。まずはケミオがおすすめなのはパンなの。パンに乗せて食べるのが好きで、この薄切りのパン、これぐらい薄いやつがすごい好き。薄すぎてお前胸板マジないねみたいな、お前何カップみたいな質問されるぐらいの薄さのパンがすごく好き。 I really love you。 OK。 そしたらね、このフィラデルフィアの、あのよく言えないすごいカタカナって嫌いなんだ。それでね、これをもうでっぷり取っちゃう。でっぷりだよ。でっぷりどっぷりじゃないよ。でっぷりね。それをこうやってパンにね、ガンガンに塗ってくの見て。すごい。女の子さ、お疲れ様って言いたいの。お疲れ様。何がお疲れ様ってね、夏だよ。女の子さ、このクソほど暑い日本の夏でさ、毎日毎日朝起きてはさ、ファンデーション顔にバンバカバンバカ叩き塗ってたじゃん。あれ大変だよね。汗かくと粉がさ、バンバカバンバカ吹いちゃってさ、もう何が何だか、あーほら落としちゃった。ケミオね、汚いです。ケミオ汚いです。てかケミオ料理は基本的にしません。3分でできる料理が大好きです。美味しい、もう大好きなの。これね、本当に美味しくてチーズだけでも食べれるの。ケミオね、チーズ本当に全然食べれないぐらい苦手なんだけど、嘘だ、それは嘘でした。チーズハンバーガー好きだ。でもこのチーズは本当に美味しいの。でね、これだけでも美味しいんだけど、いつも好きなイチゴとかバナーナさんを使って食べるのがすごく好きなの。じゃあ今日はバナーナさんを使うね。バナナはね、あのね、全部使ってもいいんだけど、全部使うとねもったいないから、次の日も使えるようにね、半分しか使いません、いつもね。それをこうやって好きな形にピザのように切り落としていくの。まな板は使いません。なぜなら洗うのがだるいからです。はい、みんな大事なことだよ。3回言おう。せーの、洗うのがだるいからです。せーの、洗うのがだるいからです。グレート。じゃじゃー、完成です。これチーズをね、たっぷり塗ってあげて、上からバナナをボンボコゴボンボコ5匹も落としました。いただきます。なんていうの、このチーズの発酵されたいい感じの苦味というか甘みというかファンタジーな味と、この自然もりもり盛りだくさんの甘みの、自然の甘みのバナナと組み合わさった瞬間に渋谷が半分なくなりました。なくなったよ渋谷。お疲れ。あー、もしねこのチーズが気になったらみんなチェックしてみて。多分どこに売ってんだろう、日本だと。これ見かけたことちょっとある、コストコとかに売ってんのかな。まあ、鶏まんまんどこにでもあると思う。もしこれ見つけたら本当に美味しいから、騙されて、騙されたと思って食べてみて。本当に騙されちゃダメだよ、あるある詐欺ってやつ。違う、オレオレ詐欺だ。騙されちゃダメ。でも騙されて。分かった、ここ大事。
今日のポイントだから、騙されて騙されなくて騙されちゃダメ。 OK みんな、じゃあ今日も一日ありがとう。ということで今日もケミオの動画、こんなこといつもやってなかったわ。じゃあねインスタグラムとスナップチャットフォローミー。